あれ見た。あれ見た。キッチンカーを作ろう。おはようございます。おはようございます。お、ふみくしょー、おめでとうございます。おめでとうございます。今日キッチンカー企画、最初のロケです。ああ、そうですね。あ、そういうことか。ありがとうございます。早ないっすか。だって5時26分ですよ。漁師用のキッチンカーとかそういうことじゃないですよね。このキッチンカーを作る上で一番の近道は、まあ、現場での経験に勝るものはないんじゃないかなということで、大塚さんにはキッチンカーでバイトをしてもらおうと思っております。バイト？なるほど。はあ、本気だ。MBS さん。おはようございます。よろしくお願いします。あ、よし、キッチンカーのアルバイトで来させてもらった、セルライトスパの大塚と言います。よろしくお願いします。お願いします。山田と申します。山田さん、お願いします。キッチンカーの、キッチンカーの、持ち主ですか。ベビーカステラの、あ、ベビーカステラのキッチンカー。そうです。大阪堂さん。大阪堂と申します。アルバイトをさせていただきたいんですけども、はい、あ、もうぜひぜひよろしくお願いします。ちょっと履歴書とかないですけど。履歴書ないですか。ちょっと出直してきていただいて。うわやっぱり。いや、あ、ここですごい数の卵を、はい、これを今から全部手で割っていきます。手で割る？手で割る。全部？はい。な、何個ぐらいなんですか？これで今300ですね。300、はい、今から今日服部緑地公園にイベント、はい、行きますんで、その仕込みを今から。これ1日で売るんですか？これ1日で売ります。山田さん、ベビーカステラの材料は、はい、これだけですか？そうですね、全部は言えないですけど、一応ベースは。あー、なるほど、はい、うわー、うまっ。あ、落ちた。はあ、ちょっと、はい、一旦よいしょ。でも確かに1個ずつだとだいぶ時間かかる、はい、そうですね、多分1時間ぐらいかかります。2頭を追うものは1頭ですよね。あ、全然無理や。すみませんね。山田さんは、はい、このキッチンカー、はい、初めてどれぐらいなんですか？今だいたい半年ぐらいですね。半年。まだ半年ですか？まだ半年です。あ、そうなんですね。そうなんですよ。僕もともと派遣会社で営業してたんですけど。派遣会社営業。はい、ほうほうほう。そこをちょっと会社の都合で辞めることになりまして、はあはあ、でその時か、会社のつながりがあった今の社長に話したら、ちょうどタイミングよくこういうイベントやってるから、はあ、その、キッチンカー出せへんかって言っていただいて、車とかも、はい、社長さんが。そうですね、いろいろ準備してた。そうです、もう会社の方で手配していただいて、はあ、はい。そう、出すにあたって資格とかも取るんですか？はい、なんかいるんですか？食品衛生の資格だけ取って。やっぱいるんですね。そうですね、ネットで予約してもらって当日、はい、講習 2,3 時間受けて取れます。はい、こういろんなキッチンカーあるじゃないですか、はい、なぜベビーカステラにしたんですか？もう一番のところやっぱ、もうイメージですけど、うん、焼くだけっていうイメージ。ハードルが低い。あ、やっぱそうなんですね。そうですね、はい、なるほど、はい、で経験がないんで。あ、そうそう、やっぱりもハードル低いところからいかないと。なるほど、なるほど、はい。まあ、ベビーカステラ作ってる知り合いとかにそのやり方を教えていただいて、はいはいはい、やってたんですけど、だいたい2週間ぐらい教えてもらって、まあ、練習して、はい、でも2週間後にはとりあえずイベント出てみようかっていうので、もう2週間後に前の仕事辞めて2週間後にもうキッチンカーやってたんですか？そうです、ね、
卵は OK。 はい、OK です。美味しくなれや。こんなもんですか。こんなもんで、はい、大丈夫です。 OK、 完成。はい、はい、山田さん、はい、緑地公園到着しました。はい、到着しました。はい、僕がこれキッチンカーお借りしてる。あ、これが。はい、そうですね。結構渋い色っすね。もっと派手な感じのもあるかなと思うんですけど。そうですね、まあ、大阪堂っていう名前なので、ちょっと老舗感を出したくて、色も統一で黒に。なるほど、はい、しようっていうので。老舗感を出す。ベビーカステラって老舗感あった方が割とその見た目的に美味しく、うん、なるほどな、そういうのも作戦なんや。はい、まあ、いろいろ考えながら。あ、はい、ただ黒はこれ自分たちで塗ってるんでちょっと雑ですけど。あ、自分で塗ったんですか。自分で塗りました。ちょっと雑ですね。ちょっと雑ですね。これはまあちょっとハゲてきてる。あ、なるほどなるほど。はい、こういうのは、こういうのも自分たちで、自分たちで、はい、取り付けました。カスタムして、はい、なるほどな。あ、でもその方が安上がり。そうですね、安上がりで初期費用が抑えられるってことですか。はい、じゃあちょっと中行きますか。うわー、初めてだ、キッチンカー。あー、なるほどね。はいはいはい、薬台があって、はい、品川机置いて、まあ、ガス置いてか、まあ、最低限の準備って感じですか。そうですね、はい、まあ、これでもこれで済むのはベビーカステラだからっていうのもあるんですかね。もうあると思います、ね、他のね、はい、いろいろ唐揚げとかやったらフライヤー入れたりとかもありますし。あ、そうですよね、はい、ベビーカステラいいな、はい、シンプルで。ちょっと上がっていいですか。はい、どうぞ。大丈夫です。いいですか、触って。はい、これね、見たことあるわ。ちょっと硬いかもしれないです。ひっくり返るやつ前に回していただいたら。おーおー、なるほどね、はい、この薬台とかも、はい、結構高いですか。そうですね、結構これはします、はい。こいつで80。しますね。します。だこれぐらいですね、本当に。あのデビューカセレる時の大きな出費は、はい、出費。これをペイするために頑張らないとダメですもんね。そうですね、まずね、はい、一応半年分でこいつらの分はもうペイできてます。おお、はい、あ、素晴らしい。半年でいけたんか。難しい。いやー、そっか。いや、舐めてました、ほんまに。